皆さんこんにちは、大分の YouTuber マッキーです。今回はですね、ダイソーの100円瞬間接着剤、これ以前の動画にも出てきたんですけど、実際に自分で購入してみました。でですね、最近撮影に使っているスタンドのですね、この部分が割れちゃったんですね。なのでこれをこういう感じで接着していくんですが、やっぱりこのハケタイプっていうのはすごく使いやすいですね。手についたりすることもなく、しっかりとこの接着面に接着剤を塗ることができました。そうするとやはり瞬間接着剤ですから、かなり接着にかかる時間もですね、乾燥時間も短いです。それで出来上がったのがこちら。すごく頑丈についてますね。このね、瞬間接着剤おすすめです。とっても使いやすい、お値段以上だね。いい買い物しましたよ。ただですね、この瞬間接着剤の差がとして、こういう風に発火って言われるんですが、その接着しているところがね、やっぱ白くなる。これは瞬間接着剤のね、やっぱ弱点というか、まあ、唯一の欠点なんですよね。なので今回はこの発火現象を抑える、どうすればいいのかっていうのをですね、まあ、調べてみましたら、ありましたよ、解決方法が2つありました。まずはこちらのベビーオイル、これでどうやら発火がですね、だいぶ抑えられるっていう話を聞きました。それともう一つ、マニキュアの除光剤、まあ、いわゆるですね、ネイルリムーバーですね。この2つを使ってこの発火が本当に抑えられるのかどうなのか、今回はそれを検証します。このダイソーのですね、瞬間接着剤非常に優秀です。この発火もですね、まあ、しっかり濡れてるんで、あんまりはみ出してないんですよね。なのでダイソーさんごめんなさい、ちょっと分かりやすくするためにこれちょっと広げようね。こういう感じで塗っていこう、こういう感じにしようよ、まあ、せっかくならちょっと流し込んどく、こういうとこね、流し込んどこう、こういう感じで。改めてこの瞬間接着剤の良さを今実感してますね。もう一ピッ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 、これで置いておきましょう。いい具合に発火してますね。一応もう一回言っておきますけど、普段通りに使うとここまではないです。今日は分かりやすくこういう風にしてます。じゃあこれをどこまで抑えられるのか、まずはですね、ベビーオイルね、こちらもダイソーで購入しました。ベビーオイルをこの綿棒に染み込ませていきます。どうだどうだどうだ、今ねちょっとこのベビーオイルが結構濡れた状態なんで、これを拭いてみようか。あ、抑えられてますね。これがまだ何もしてないところ、ね、でここがベビーオイルを塗ったところ、あ、ま、違いますね。角度を変えてもこの瞬間接着剤の形はまあ分かるけど、発火白くなってるかっていうとなってませんね。素晴らしい。やっぱりこの瞬間接着剤のこの発火に悩んでいる方っていうのは多いと思いますね。特にまあこれだったらそんなにね、ちょっとぐらいその発火があってもいいのかなと思うけど、目立つところ、例えば飾っている飾り物とかね、そういうものだったらやっぱりね、発火防ぎたいですからね。これはちょっといいね。おお、ちょっと皆さんいいこと聞きましたね。発火見事に抑えられてます。あ、これ試せなくなっちゃったね。あら、どうしようとか言いつつですね、実は先日の動画にも出てきました丸いのトレーサーですね、ここに結構接着剤ついちゃったんで、ここをですね、ネイルリムーバーでいきたいと思います。ネイルリムーバーを含ませた綿棒ね。おおおお、あ、すごいわこれ。ネイルリムーバーもかなりいいですね。もうちょいちょっとつけてみようか、ひたひたにしてみよう。ひた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 、ベビーオイルの方はやっぱりこうねっとりというか、まあオイルなんでね、
こっちの方はどっちかっていうとこう可愛い感じですね。おお、だいぶ抑えられたね。結論です、ネイルリムーバーもそしてこのベビーオイルもこの通り発火が抑えられました。どっちを選ぶのかはあなた次第、皆さんもぜひお試しくださいと思ったら、ネイルリムーバーなんですが、ま、表面が乾いてくるとまたこんな感じでちょっと発火してくるかな。なんで、今度はここにベビーオイルを塗ってみます。オイルの方が表面に残る感じで、まあ、どちらかというと発火を抑えてくれる感じがしますね。まあ、でもこの残る感じが嫌ならば、もうリムーバーでいいのかなっていうところですね。ということで、今回はですね、ダイソーのこの瞬間接着剤の、まあ、レビューとですね、瞬間接着剤の発火をどうやったら防げるのかということで、ベビーオイルとネイルリムーバーを使ってみました。そして以前の動画に出てきました僕の CA870、 ここがですねガリガリに発火していたんで、今回はベビーオイルを塗ってみました。するとこんな感じです。はみ出してるように見えるのは実はこれアルミ板ですね。ですから発火はほとんど抑えられていると言ってもいいでしょう。ということで、今回はこの辺でお開きです。僕とはまた次回の動画でお会いしましょう。マッキーでした。バイバイ。